よし。異種合成可能なアイテムと胃の組み合わせ一覧だって。はい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 。まあ、いつも通りのやつね。はいはいはい。盾が増えたんだな。高飛び盾にまでしちゃダメだね、でもこれ。え、しょぼ、なんかここに書いてあるやつ全部しょぼいんだけど。主合成全然ないんだ、この作。なんかしょぼくないそれ。なんだ、いろいろ試そうとしたのにな。でも全然なんか情報がないな。回復どうやって作るの？ああ、よいしょ。ツイッターの方がいいか、こういうの。神器？ぬーぬー今回の異種合成なかなかしょぼいのかな。見てる限りそうだな。死ぬなよ、混ぜる。死ぬんじゃねえぞ。ぐえ。のか。あ、睡眠草あるじゃんってか。あれ睡眠草入ってないね。わかんねえ、まだ。まだちょっと目慣れない。混乱と縛りが入ってるな。あ、緑のやつが状態異常のやつか。これってか、あれ。これ、あれじゃね？インドゥルじゃなくて、大丈夫？どこまでだっけ？探検録。あ、29回まで出るんだ。じゃあもういっか。そうか、じゃあ剣集めて、で特殊員集めるしかないんだ。最強の剣を作りたいんですよーってなったら、もうなんだね、特殊な員集めるしかないんだね。おもろい員、なんか自分でなんかしょぼいそこら辺のアイテム使ってとかじゃないんだ。あ、スカイドアナ、みんな気をつけて。やばい、わしが、あ、早くこいつ、ああ、ああ。よし、1600、うまっ。案外1600でレベル上がんないんだ、君たち。あれ、29階もあるよね。29階がラストだな、てか。店か。
土くれ。山びこ。メシーンとかもつかねえしさ。あ、いた、まずい。動いてんの、まずい。そうか。まあ。なるほど。理解しましょう。何これ？え？盾持ってんだけど。え？これが盾が光ってるからってこと？は？しょぼいんだけど。しょぼいんかい。え、目薬草とかも混ざんないの？そういえば。嘘だ。まず情報共更新されてないだけ？え、目薬草何にもなんないのこれ。うっそ、ぴょーんでしょ、それは。さすがに。本当に？てか、マゼネどこ行った？強っ。ドラゴン狩りの試練。これ、頼んだ。こういうのは死ぬ。あ、いたいたいた。なんだっけ。あ、睡眠草だそうだ。はい、イエーイ。睡眠草入りました。睡眠草金縛りの杖。ね、混乱草か。主婦勢超すげえな。まあまだね、始まってちょっとしかやってないから、ウィキが更新されてないだけっていう可能性も多いにあるんですけど。よし、何あれ、もうほとんどモンスターじゃん。お、多いだけか。とどよけ、まあ、持ってんだよね。どういう、これもう30レベル？これあれかな、リセットされそうじゃない？なんか優しい。何このパコラミキ、殺すのがなんかちょっとかわいそうになってきた。あんな優しい。やるかやられるかだから。でもクソ強いのにしよう。まあでもその分あれだよね、陰が入れづらいからね。そういうことなんかな。そういうバランス調整の意図としてはそういうことだよな。絶対陰がほとんどの武器が全然入らないから、その分あれしました、あんまり入れられないようにしましたね。そうなってくるとあれかな。そうなってくると敵がさ弱いのかな。だってインが出づらいってことはその分 HP 少なくしなきゃいけない。お、もうすげえ回ってきたね。でまださ、まだあれな、やつらがいいな。どこ行こう。あ、滝の裏。なんと現場に足を運んでるの。足だけか。うん、
ま。うん。あ、のとまをくっつけると同じ。はあ。目指してくる。これ絶対あれだ。すぐに倒されてるけど。あれ、ここじゃないの？もう戻ってきそうなもんだけど。行くか、わしが。ちょっと適当にじゃあ。これダメだったか。入るから何入れよっかな。マジかのやついいよ。これ面白くない？これ持ってこっかな。これ入れちゃう。この四つまたのやつ。キカンなってほしいんだけど。めっちゃ会心の一撃出るだよね。面白いし入れちゃうか。よし行くぞ。またまたこの人あれなのっていう感じだね。誰だ。あ、スズナ。もう一回行くか。響きが誰だ。スズナって、え、レベル 5? ああ、なるほど。なるほど、じゃあもう連れてかなくていいや。私結構レベル上げるの楽しくんでたんだけど。じゃあいいよ、別に。うん、いないな、あいつ。どこ行っただろう。鈴なり峠を越えたから、鈴なり。こいついるじゃん。せっかくやし、トーガン連れてくか。あ、トーガイと響きが。これはどうなの。これはストーリーじゃないからいいの。あー、こいつもいるじゃん。席ね。来たか。いねえな。どこ行った？どうだろう。いねえんだけど、あいつ。あ、
ん、なんだろうあれ、ちょっと光ったよな。はなんすかあれ、試練あそこ、この白い布がひらひら、もしかしてあれ天の羽衣じゃ。そしてそれってあの人、羽衣が降りる場所、あそこは多分桟橋の浜辺じゃないかな。はあ、桟橋の上に天女がいるかもしれないぞ。イベントがなんか面白いな。でもなんかこんないっぱいイベント起きると、もういらない仲間普通に。あーうるせえ、すぐレベルアップすん。なんかレベルアップ早いと思ったんだよね。一気に30レベルぐらいまでなってたもんな。そんなわけなかったんだよな。美味しすぎると思ったんだ。話がどうしても。いたずらよけ、どこ捨てられる。え、そんなやばいのあいつ。買わなきゃ。よし、うるせえ。例えば当該が戦ってるとかまだ見てないんだけど、当該何すんの。当該戦ってるとか見たことないんだけど。逃げた。今度ね、で次行くダンジョン。そうだ、分かったわ、行く場所思い出した。これは戸中の男。
ちょっとだけ分かって。ああ、なるほど。必殺が出んのか。うぜ。うぜ。毎秒レベルアップするんだけど。おお。識別欲しかったな、ちょっと。よし。RTA みたいになってくから。あ、桟橋んとこまでですか、今回は。あとなんだっけ、桟橋と あいつがなんか言うと思ったんだけど、ねえな。なんか出てる。もう、もう分かったよ、もう分かったよ。どんだけレベルアップすんだよ。やべ、これ一人死んだ。おー、ラッキー。チンチンチンってされるんじゃない。やばい、うざすぎる。でっかいがいつも以上にいいじゃん。こんな安っぽいレベルアップもね。わかったよ、もう。アスカだ。アスカ、アスカ、天に読みなかったか。ここに置いてるように見えたけど、ああ、足も天に羽衣持ってきたのだか。少し遅かったようでござる。あれは、あ、なんかいる。あーれー、いいね、ピンクで可愛いね。ああ、やべえ、モモマンボウが取られた。俺は足はもう似合わねえな、モモマンボウ敵だ。うわははは。あ、マムリにチンタラ、いいところに現れたな。早速試してみよう。はっ、キャッ、モモマン。あと、あ、でもマムルがこのモモマンを食えば、はっ、はあ、肉か、モモマンってのが。え、モモマンなんで。でも肉でよくない。わあ、あ、これでわしはもう無敵だ。あっ、起きて、親分。ヒュー、なんなあいつ、あいつそんなアホなキャラなんだ。大丈夫かい。なんだこいつ一体。なんかこいつかわいいね、このピンクで。大丈夫です、ありがとうございます。あそこに落ちてるのがモモマンボウか。あんた天女なんだろ。どうしてモモマンボウなんか持っているんだい。モモマンの美味しさをみんなにも知ってもらうためです。モモマンは天のおやつ、その味は極上なのですが、皆さんには今一つ広まっていません。それで私とも、もう昔からたまに市場においてモモマンボウを置いて帰ってたんですけれど、それでもなかなか知る人は少なくて、そのモンスターからモモマンを作るあたりが分かりにくいんじゃないかい。 でも味は絶品でござる。私も一度だけ食べたことあるが、それはもう天にも昇る美味しさでござった。しかし、まさかモンスターをネタにしているとはあの時は思わなかったが。そうか、アスカはモモマンのうまさに、美味しさに惹かれて、モモマンボウが欲しかったんだよ。なんでそれを秘密してたんだよ。モモマンボウはモモマンを生み出すため、最思考の道具、そんなのが欲しいと思われたく、食いしん坊と思われてしまうからでござる。どうし、それは嫌でござる。なんだい、そんな理由かよ。でも私がモモマンを食べた時は守るとかにはならなかったでござる。寒天坊はどうして。きっとこの島はモンスターのエキスが強すぎるのでしょう。だから、このモモマンは食べると変身してしまうようですね。
なるほど、桃マンボウで倒すよ。武器か。モンスターを桃に背負った時で食べるモンスターモンスターに変身できるってわけか。でも敵ってことではないよな。なんで寒天桃は無敵になると勘違いしたんだろう。きっと私でも桃を広めるためには無敵の美味しさと宣伝していたからではないしか。それを口づけに聞くにつれいろいろ変わってしまったのでは。確かにあれは無敵の美味しさでござった。ポッ。あそこにいる、あそこに桃のマンボウはあなたになったにつれて、桃の美味しさはぜひ皆さんに。わずかお前によりお前欲しかったんだろう。いや、桃は欲しいが、まさかモンスターと私桃に変えるというのは、あと私がモンスターの姿になるというのもなんだか。そっか。そして桃マンボウは俺たちがいただこうぜ。あああ、やっぱり私がいただくでござるよ、かたじけない。わーい、桃マン、桃マン。取られた。なんだ、やっぱ欲しかったんじゃないか。他の桃マンボウも島にたくさん散りばめましたね。これから拾えるようになりますよ。では、島この辺で。はぁ。お二人も、桃マンの魅力を今後ともよろしくお願いいたしまーす。桃マンの杖。はぁ、武風の杖だ。桃マンを食べるそのモンスターになれるほか、時を持つモンスターでその時を使えるようになるぞ。ほほー、いいね。うん。いいね、いいね。うわ。なんか静かな。ここいつも静かだよね、なんか最初。これ痛いんだよな、普通に。殴られた。あ、ハート持ってる、ここ。ば。よし。あ、響き強。強いか、我々はもう。あれか、右下のやつだ。次からもう仲間なしね。強いけどね、普通に。うるせえ、本当にうるさい。トギリソなんてあったっけ。割とでも状態上院、いや状態上院あんま発動してないよ。どうだろう。ありゃ早いの。早いの。ちょ、前らがやった。いや、そうなくて。
全然アイダッシュが機能してない。はいやー、汲み取ってきたな。こっちの気持ちを汲み取ってきたな。あれいないけど、どこにも。この先にいんのかな。固定ダメージきちい。わかった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 、もう本当にわかったから。神階段、え？いんのかな。いないよね、そりゃ。こうか、それで。どこにいたんだろう。多分一回あれして戻ればいいんだ。吹き飛ばしない。まあいいや。じゃあ入れちゃうか、これ全部。はあ。よくもまあそんな堂々とやってくれたの今。レアかな。これたまたまこのさ、蛇頭山踏破した時にもらったんだよな。レアかなこれ。嫌なんだけど、次さ、ちょっとなんかもしかしたら死ぬかもしれないダンジョン行くからさ、タグシステムないよな。でもあのさ、怪しい商人みたいな、怪しい商人みたいなやつがいてさ、そいつがもしかしてある程度鍛えてある武器を見つけ出してくれる？ドレバス欲しい。まあ持ち帰るか。陰蔵台のさ、巻物まだ未だに拾ってないんだけど、マップ上蛇頭山にはないのかな。蛇頭山最初から合成すらも落ちてないしな、ありえるな。分かった分かった、もうそういうやつさしかしてないから。とりあえずこんなだけ。えい、邪魔。ちょっと待って、逃げられるんだけど。なんでお前らさ、その余計なことばっかすんの。よし。だが、来た！なんかすっげえのこれ。すっげえのできた。よし、これでいい。これどうだろう？これさ、4回連続で攻撃が命中すると。なるほどな。まあ、ここはとりあえず出ちゃいますか、このステージを。あ、違う違う。わかった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 。お
かっこいい、かっこいい。おお、4連続命中したから。あ、待って、察知装備したのかな。攻撃外れたからわかんない、なんかどっちかわかんないけど、なんかキーンになってるね。どうしようか、めんどいな、こいつに任せちゃう。ゼギが死んだな、しゃあない、そういうこともあるさ。あとは任せなさい。あ、アークになってる。アンラッキーですね、アークは。お、ありがてえ。いいね。壺だけ確認するか。お、保存。惑星真空いる。一の。やばい。風雷の試練をしてしまった今。風雷の試練、おなじみムーブをしてしまった。は？ああ、びっくりした、まだ。アギトって何？仮面ライダーでしか聞いたことないんだけど。惑わし状態って何？モンスターの惑わし状態。次。ああ、お前ら、トゥーカイの黒線が決まったね。鉄鋼すこ、よし、まあ行っちゃうか。よし、落とした、落とした。ういね、これ一生さ、クリア挑戦回数でのあんま好きじゃねえな。水切りの剣、次の朝。あいつどこ行ったんだろう。忘れられてる、すでに。あれ、あいつどこ行ったんだろう。ああ何これ、カッパっ子。えへへ、超喜んでる。銀だっこ、チアタオギっ子。何、アスカのダンジョン、大マンボ最高だ。もうおまんが食べられるのはこの上なく幸せなのだが、ただこれでモンスターを倒すのも少し飽き始めてるところでござる。だったら試練に他の武器も負けてもらえば。そうだな、それまでが用心棒の仕事もそうか。時はそろそろ。おお、もしかして一緒に負けしてくれってこと？うむ、久しぶりだからよろしく頼む。やったらこちらこそよろしくて、アスカ。そうだよな、アスカと、アスカとタンスとあのカッパのやつな。懐かしいやん。うん。
アスカ操作とかできないの？あくまでも風雷の試練か。で、こっち行くわ。よいしょ、よいしょーす。持ち込みかだよね。行くぞ。最悪、アイテムロスとしたら救助してもらうわ、誰かに。誰かしてくれでしょ。よし、行くぞ。誰？インボリのジル。はぁ、あ。ちょっとなんかに、じゃあ。この聖堂の太刀に掘ってもらうか。はい。7が掘られた。ほぉ。マジで？それずっとやってくれんの？今日はもう満足だ。あ、いいね。おい、神の印ができた。ここがさ、裏ボスだよね、そういえば。ボス戦には素早さそうだから、ちょっと素早さそうちゃんと取ってこようぜ。132。ごめん。ドラゴンキラーだからだ。やりすぎ。呪われてる、やまびこ。青い草。これやつも呪われておるか。それは決体の音じゃの。見切りか。鉄鋼。わあ、ラッキー。ラッキーだがね。やっぱ面白いな、この装備。思ってた通りだ。癒しそうだった。はい。どっけしそうだった。どっけしそうか、また。はい。どれに読める？これ、笑い。ゾは欲しいな。あばりは入っている、うん、やべえ草あるかな。でも今だったらやばい草は全然食べてもいいというか、鰹節しちゃったね。睡眠いいね。金剣原子の入ってないのかな。装備どうすればいいんだろうな。全然増やし方がわからんのだ。おにぎりこんないらないな。ハラーヘラーズ入ってるから特にいらないわ。このおにぎりも食べちゃうか。こっちもザワカワか。よし、行きますか。まだここがあるか。ないわ。壁に挟まれちまったぜ。めっちゃ会心出るね。 HP9 の時必ず会心出るんだよね。そういうの強いね。なんかめちゃくちゃ。もうちょっと草食べちゃった。もう多分ガンガン行っても大丈夫だけど、素早さそうだけ欲しい。素早さそうってやっぱ混乱の巻物とかかな。あとパワーアップかな。お、よしよし。お、2位も上がったの。
これ怒りか。面白い。おう、めっちゃ人いるね。誰だ、お祓い。あ、持っておるな。なんだ、よし、あ、選択式なんだ。おう、何が呪われてるのか分かったね。じゃあ今高飛びそう。怖えな、握り避けとか持ってないからさ、急に保存のツボのさ、あれされそうで怖いね。結局そういうモンスター結局一番怖いんだよね。えい、おお、特に杖を奪って投げ捨てる。モモマンだ。初めて来た。やべ、ドレインマスターとかを預けとけばよかった。今さらながら、ゾワゾワほどほどでいいか。あ、惑星欲しい。ゾワゾワより惑星。大爆発か、そんなんもあるか。こいつやだ、やっぱ。投げ捨てるっていうのはどっかの方向にランダムに投げるってことかな。つまり、やべ、いいね。あんま末尾が9になることなくない？あった、さっきまで末尾9になったこと。座布団え、あ、座布団だ。ふっかふかの座布団、吹き飛ばされたりぶつかったり転んだりした時にダメージを受けない。え、へえ、これは持ち帰んねえとな。面白い。どうしよう、パンパンですよ。だってパンパンで入ってきたからね。行くよ、とともだって出そう。あ、違う、装備してどうすんの。座布団持って帰りたい。幸せそびていっか、食べちゃって。こいつ怖いな。あ、素早さそう。原子のもの確か持ってんだよな。いや、びっくりした、勝ちプッシュだから。まぶしさんね。よし、素早さそう。あと混乱とかパワーアップだけかなと。これこれな、
誰だろう、あれ。爆睡。無敵もいいな。出せよってなんか思ってたんだよ自分でも。腕はしまっててさ、何のためにしまってんだよ。爆睡2枚か。じゃあいいや。お、飯炊きのホーク。お前さん腹が減ったら食べ物なんなんこいつら。おとつの盾とおにぎり交換するわけねえだろ。そんな飢えてねえわ。何階建てだこれ。え、なんか一気に強くね。場所が何本。これっては大丈夫。何だ、いたわけじゃないぞ。ハテナまで行くのがめんどくさい。この策、場所が3か。あー、ここにもあるわ。じゃあいいか。回数分かる方がやっぱ優秀だし。いいね。高飛び層も1枚だけ欲しいな。この上の刀いいよな、別に。ステーキナイフの。せっか超打つのかも。復活の草、まあ別に何もいらないかな。復活の草も正直って感じなんだよ。桃まだ、桃間欲しい。これあれかな、不幸とかかな。もう最悪全員一生するからな。あ、特製おにぎりだ。力が回復した。下がってたんだ。そうだった。体感はこの、あ、回復アイテム持ってね。シンクギーとかいいだろう。なんかシンクギーってほんとモンハウ専用みたいなとこあるからな。まあ、なんか特徴に腹減らす。いらねえ。もともと全然減ないもん。杖なんだろう。もうめんどくさいしさ、一品を全部やっちゃうか。本当は合成さ、これなんかあれしたかったんだけど、いつもさ、あの蛇頭山に行った時にさ、いつ合成がなんか出てきてもいいようにさ、あれしたかったんだけど。いちいち識別するのめんどくさいかな。
い。おお。マジか、最強についてきたな。え、あれ、ターン数短くない？やだお前、モモマにするぞお前。あ、そう、モモマもなんかいい感じのやつあれしたいね。いい感じのやつモモマにしたい。あ、強いやつ見つけたりさ、作ったりして。拍手。やば。なかなかいやらしい敵ばっかな。激しいですね。誰？飛びつき？飛びつき持ってなかったんだ。旗嵐は大丈夫だね。くそ。このクソ野郎が。今のやめよう。ちゃんとアイテム使おう。どうせアイテムパンパンなんだし、ずっと。いや、袋あった。あ、でもアイテムの位置がわかんねえ。かねえ。ないな、あんま。想像つえ。高跳びは1個拾ったよね、さっき。じゃあいいや。えっ、高揚性いいね。石？石か、全部赤い草。おう、行くわよ。どうせ欲しいね。爆睡が何？爆睡いいや、こんないっぱい。白紙もあるし、ついに見せるよね、多分。タヌキ、メッキ、銀、原子、銀。お告げ？何これ。へえ、これおもろいかな。ちょっと買っていくか、一応。ペンギン、買っていくか。ちょ、おもろいアイテムだし。これ消そう。見切りの盾なんていっぱい落ちてるか。まずはいっか、こんないっぱい。
煽りちゃった、なんか癖というか。でかい、混乱欲しいな。爆睡より混乱の方が欲しいんだよね。混乱2枚か。土くれこんないらないか。いや、びっくりした、丸太かと思った。大変か。あ、うざ。怖っ。シャーガのでっかいは怖すぎるな。消えねえし。あ、ありがてえ。あ、おお、最強の杖。ゾワゾワの優先度低いな。ゾワゾワ外資も入ってることだしね。高飛び外資ってさ、あるけどさ、絶対弱いよね。どこにアイテム落としてた？やべ、帰れ。おお、神！神は見ているわしのこと。ちゃんとちゃんと処理したね。ノロージョ、君はノロージョをちゃんと処理しました。ご褒美をあげましょうつって。うん、癒しそう、欲しいけどな、一枚はな。杖がちょっと多いか。いらない杖はあるか。鈍足が3つもあんのか。いや、鈍足は安定で使える。今作なんかさ、あんま敵がいないんだよね。毒消し置いてっていっか。いや、毒消しは欲しい、やっぱ。うぜえから。あの、あれが。背中も何も持ってないし。いや、いらないんだけどな、毒消しは絶対。でも座布団とかも置いてけって話なんだけど、やっぱせっかくだし持ち帰りたいよね。ドレバスかな、置いていくとしたら。くっそ、ドレバス。あれ、いないかな、飛脚。飛脚にドレバス感渡したいんだけど。どれだ、捨てるとしたら。いや、ほんとにないな、なんか捨てるべきアイテムがもう。いっぱいいいアイテムばっか拾ってるから。白紙こんないらないか。白紙でできることってなんだかんだ限られてるし、ちょっと想像読んじゃうわ。何でもいいや。よし、何回数あるんだろうこれ。ちゃんと見てなかったんだよな。30とかだった気がするな、普通に。消えば素早さそう。ボス戦用にもう一個欲しいな。嫌なやつ、嫌なやつ、嫌なやつ、嫌なやつ。よし、
なんだ、あー大丈夫です、大丈夫、3人組だ、よかった、幸せそう。ダメー、お前は。矢が弱えなー、矢が弱い、非常に。よし、矢プラス殴りでいけたか、いいですね、それは、それは素晴らしいことですね。あ、待って、あ、やべ、待って、飛脚に、中覗ける、運んでもらう、全部持ってくなよ、覗く、よし、ドルバス、よしよっしゃ、やばい、待って、これ殴られる、あぶねえ、あ、今の殴られてるね、絶対、あぶねえ、あ、消えなさい、何ですかこいつ、よし、の毒素ありゃ、決してあれするべきだったか、ちゃんと装備、まあそうするべきだったね。あ、タンキも強い、正規か、マルジロ2、マルジロ2やんか、もう一人いる、もう一人いるのはよし、これでは落としたの、コマトキー便利な一枚持っときたい。癒しそうの代わりにコマトキ持っとくか。え、でもコマトキってなんかさ、回復するあれがよくわかんないんだけど。ミスったかも今。条件がよくわからん。よし。ね、ブーちゃん、ブーちゃん。ほら。パコレプキーナ、あれ初、なんで、なんでだろう、飛脚怖い、保存とか持ってない、お力欲しいけど今減ってるんだ、力、巨大ハリセンだ、攻撃した相手をたまに一マス吹き飛ばす、あ、これ座布団との組み合わせで笑い状態できる、でなんかこれうざそう、なんかこういうの、こういうのうざそうじゃない、力の草ね、欲しいけど、毒消しが、あれ幸せそう持ってるのか、まあ持っとくか、さっきの力って命食って、力を使います、地味にないな、水がれ、見て画面上に敵が2匹しかいない、めっちゃ少ないよね、やっぱ、思ったんだよね、なんか敵少ないなってこのゲーム、力回復しねえかな、筆は2つ切れるようになりたいんだけど、力相当大事ね、このゲーム。
大事ね、力。力大事ね。力大事ね。力大事なの。あ、剣豪だ。何も珍しい。剣豪くんじゃないか。初。お初。マルジロ2か。よし。ありがとう。あ、無敵そう。ちゃんと使うか。識別か。おお、ボヨンボヨン。どうやんのこれ。お、動けない。これってどうやんの。こうとか。なんかさ、無限にあれできるんじゃん。ん、どうやんだろう。これ動けないんだよ、これやってる最中。わかんねえ、このシーン。あ、返して。もうめしかいかない。敵強いな、普通に。気をつけないとな。気がついたら敵がめっちゃ増速してね。あそこやべえな、なんかちょっと。来た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 。何かありか、やりかて。あ、斜めいけんのこれ。壺が割れる概念がわかんない。概念っていうか条件がわかんない。よし、行くぞ。え、モンスターを倒すという経験値が。パープソー、あ、これ欲しかったやつ。食っちゃったけど。いいね、通常モンスターばっかり。よし、25減った。減りすぎだよ。もう全員やっつけたんだけど。お前もじゃん。めっちゃ経験値もらえたんだけど。来い。うまー。やばい。チュバカ。チュバカ。毒化粧し。毒化粧こうやって持ってるんだけど、こっちの毒化粧じゃなくてね。野暮なことすんだよ。よし、パワーアップソーを見つけたけど、ドラゴン爆死読んじゃった。まあいいんだけど、ザワザワもいいや。外れるね、なんかよく。満腹度減ったけど、あれだね。あんま痛くないね。あれのおかげで。あれがあれで、あれだから。
よし。あ、今あれか。常にあれだ、返し縫い地域だ。なんか返し縫い地域2つ乗ってない、なんか。気のせい。あいつは二度と会わなくて。次レベル上がるまでずっと返し縫い地域だ。強すぎだね、ちょっと。飛びつきいっぱい欲しいけどな。回復しないかな、あれ。力回復させる方法に何があるんだ。飛びつき何本ある？一本だけ？あれ？どうだ？あ、これか。まあいいや。石多いな、石。身代わりに。身代わりは欲しいな。それと場所替えの33と5。まあいいや、そんな長いダンジョンじゃないし、別に。多分だろ、多分そんな長いダンジョンじゃない。金芝欲しい。トンビの巻物なんだろう。力読んじゃ。あー嘘だー、ここに来ておにぎりかよ。最悪なんだけど。あ、あ、助かるこいつ。お願い。もういたずらよけってやつ。よし、私が一番使いこなしてると思う、こいつを。川芝シューベルトだ。シューベルですか。そうですか。まあいいや、なんかあるかもしんないし。え、こんな一方通行あるんだ。あ、そろそろレベル上がってフィーバータイムが終了しちまうな。めちゃくちゃ火力あるね。契約が。よし。なんで今シューベルに流れたの？アイダッシュかな？え、こいつって無視するんだ。兵隊やん。あ、あれすんな、絶対土食え。まあいいや、転ばないで。よし、2回使えるおにぎり。どういう原理かわかんないけど、汚ねえことは確か。ちょ、いや、あいつ落ちとこう。
しません。シュベルに静かにほっといてあげよう。ありがてえってか、あいつのおかげでめっちゃパコリッピキンと戦いやすい。よし、マップめちゃくちゃだけど確かに戦いやすい。シューベルトって割と何でも呼んでくるあれだったんですよ。無敵層もいっぱいあるかな。3つもありゃいいや。多分ラスボスあれじゃねえの。これ無敵層装備してぶっ飛ばせない。ありゃ。怖えな、呪い。結構呪われてるし。嫌じゃの。あんま呪われてると。敵倒したいんだけど普通に。あ、びっくりした。よし、初めてだこの地形。あ、おお、金のピーターいるね。ね、復活の草もいらないとか言ったけど、一応持ってっか。高そうなんですよ。クリーム色の草。あった。気になってたんだよね、それ。金のおにぎり。もぐもぐ。何を願おう。果たして僕は何を願おう。めっちゃ来た。なんかボーナスや。結構4連続で当たるな。気のせいかな。微妙いな、なんかチョイスが微妙いぜ。ツボが欲しかったな、一番。おお、土くれだが持てない。よろしいのですか、これね。変ねんだけど、桃マンとか出たらいいかな。悲しば、やっぱ悲しば使いやすいと思うんだよね、非常に。悲しば持っていくか。敵の動き止めることもできるし、でも倒せないんだよな、唯一欠点があるとしたら。そこに止めておくっていうことしかできないから、まあそれぐらい本当に欠点っつっても。よいしょ。金芝が1本2本3本十分か。ヒノキの杖とな。吹き飛ばか。たまえ。鈍足はめっちゃ使ってる。鈍足があったりしたら2か。しょぼ
超良かったです。普通に、まあ、おにぎり出たしあんま怖くはないと思うんだけど、ゲームハウスね、出たわね。モンスターだ、本物の。おお、買ってそれで。こいつは通路にも投げてくるの異常だよね。ダメ、通路はダメだよ。だって察知なかったらさ、マジで分かんないじゃん来るのが。この大根が出る階層は混乱の腕は装備し続けてもいいぐらい察知なかったな。どれよりも優先して確実になんか能力下げられると思うんだけど、じゃないと。お前らなんで稼働しいけんの。この混乱毒消しっていうね、夫人ね。空の刃、空の刃持ってねえんだよな。マジか、持って帰りて。あ、最近持ってなかった。いや、なんか落ちてるし、いや普通に、もうどうせ陰なんてなんかもう入んないんだし、陰増大のなんかどの子の打たなきゃ。最強のあれが作りたいんですよ。やめるわ。シューベルトもやだな。あ、シューベルト殴られちゃった。よし。根巻き。まあ十分かな、もうアイテムは。保存の都合落ちてねえな。おにぎり出る前に食べよう。家出る前におにぎりを。ちょっと。さっきと同じメンツだな。わし飽きたぞ。またか。合わせてくるか。やべ。罠、あのさ、満腹度ダウンの罠超痛いね。25。今作がさ、いかにさ満腹度上げやすいのか知らんけどさ、でもずるいよね、ちょっと25は。やりすぎな気がする。ちょっと10とかならまだわかるけどな、25って数字がでかすぎて。バーカ。やっ
っとけ一緒。やべ、かた、え、今カキーン乗ってもカキー銀はついてないっすね。銀ってなんだろう、最初からあれかついてたりするのか、剣とかに、ね、じゃないとさ見てないけど銀つけてくる敵なんて。オドロがつけてきそうだな。でもオドロだな、チドロだな、ボドロが。気づいたら敵めっちゃ増えてるな。なんかこんぐらいやっぱ敵と会ってないともう敵がマップ上にうごうごしてんだな。これだけでした。何今の、え、これ何、これ、なんか連撃出てんだけど何の効果。え、欲しい、あ、あ、連撃か、あー連撃だわ、連撃、なんで連撃って、連撃だからだよ、連撃は連撃だから連撃なんでしょ。そっか、あ、これ嫌だな。これ後ろに敵いないか、大丈夫か、とりあえず。よし、危にかった。ほはは、迷路マップだ。黒い草、あー黒、いいね。こいつ閉じ込められてんじゃんこれ。かわいそう。ドラゴン、石ばっかだな、デブ石がないな。モンスターいる、こんなか。開けなくてよかった。やべえモンスターかもしれなかったし。あ、モンスターいた。高飛びは1個あるし。よかった。そのつぶらな瞳で、とんでもねえやつだからね。アイテム普通なら、あっ、ブロック消しが、力上げて、こう、うん、ピーターも、あ、またあれすればよかったの、なんか増やすやつ。お、違うね、ほどぎりそう。出口あった、ゲイちゃん、ゲイちゃん、なんで見えてないの。満腹度別にどうでもいいかな、なんか もはやどうでもいい。スーパー状態ないからさ、グーなってもなんかそんなストレスだもんね。スーパー状態がさ、ある5ではさ、グーってなるとさ、
すげえなんか、うわ、やっちゃったって感じがすごいんだよね。来い、力。おお、本当に来るとは。ナイスじゃん。まださ、パワーアップ操作がしてんだよね。パワーアップ操作。前食べた時火力が絶好調の盾。頭もろいのが落ちてんな。HP が満タンの時受けるダメージが半減する。え、しかも、あれか、あの豚の石とかにも、待って、めちゃくちゃ強い盾。しかも今回のこの HP の回復の速さを加味すると。とんでもなく強い、これ。これおにぎり、いらんな。ずっとおにぎり一応持ってたんだけど。あれあるよね、コマの時。うん、隠しもいっぱいあるし。いいね。めちゃくちゃ強い盾見つけた。重力の方。白紙。白紙何枚あるよ。あれ ?1。正規これで置いてる。正規いいわ。どちらかというとボス戦で使えそうなアイテム中心に集めてんだよね。正規はね、おそらくだけどボス戦で使え。ボスが貫通して殴ってくる。蔓延入道レベル2。蔓延入道って見た目一緒すぎてわかんないんだけど。何やるだろう今。地名具とかかな。おお。めちゃくちゃピンポイントで当てちゃった。マゼちゃんか。杖かな。回数識別されてない杖がいいね。変わんないかな、いつもと言い方は。やべ、殴られるけど。まあ大丈夫だな。お、いつもと変わんねえ。お、マゼちゃん、マジか。音速さ、あれだよね。回数わかんないですよ。逆の順番投げてもあれなんかな。ちょ、今実験したくないからあれだけど。ナイス。いいね。マゼちゃん、スコだ。やはりこの男。嫌いになれない。苦戦したな今なんか。俺のこの一撃を耐えるとなかなかやるな。魔道がスコ嫌いになれないぞこの男。敵なのに嫌いになれない。マゼルいた。マゼルかウッホだな。こいつの黄色だったか。そっか。もうおにぎりもあるし割と粘りたいんだな。いつもみたいにさ、ドラゴンのさ
アイテムドロップ率とか高かったらいいんだけど。連撃も出るしさ、革新じゃねえや。革新ってなんだ。え、何これ？あ、当選竜か。ドラゴンヘッド。はあ。大層な名前で。大層な名前ですなぁ。モンスターの罠嫌だからさ、モンスターの罠踏んじゃ嫌だから、いいね。マジでもう一人ぐらい来てもいいんじゃない？これ 5% ぐらい湧き率。ほとんど火炎なんだけど。あ、来た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 。どうしよっかな。身代わりと桃マンか。じゃあ普通にあれか、呪い解くって意味で身代わり混ぜちゃうか。あざーす。おにぎりが体力50回復するんで49までやりましょうか。ドラゴンね。すぐ帰るか。もう下向かってやつ倒してって感じかな。よし、どうぞ。またてあげましょう。あれ、旗嵐だ。え、待って、壺嵐じゃねこれ。あ、よくね。でも大丈夫か。壺嵐だね。大丈夫だ。合成の壺とか、取り出せない系の壺だと嫌だけど、保存の壺しか持ってないんで、大丈夫なはず。壺破壊してくるやつじゃないの？物嵐だったらそれは。幸せそうあるけど。あ、マジちゃん。桃まん投げちゃうか。マゼちゃん非常に強いね。気をつけないとね。なんかキラキラしてる。あ、なんかキラキラしてる。あ、特性ナイス。すぎるな、でっかい。4マスぐらいでもよかったよ。あ、終わったか。はい、もう。特殊に食っちゃうか、これで。逆か。忍び足正体。これ、あれじゃない？稼げるかね。
ノート音速混ぜるか。ちゃんとこっち来てくれるんだ。ナイス。強え空振りの、この空振りいいね。ちゃんと取り戻せるからいいね。取り返しがつくからいい。こいつが来てこっちにはもう雑草しかねえな。ですよね。撤回の大盾。満腹度消費を少し抑える。はあ。満腹度腹力シリーズか。どう使うんだろうね、こんな。でっかいホール消えるのを待つのと。おうおうおう、マジか。店に湧いたって。あ、識別して。これ商品の識別できんの？あ、ないのか、もしかしてそれ。おもろい腕はあったら欲しいよな。ちょっとトイレ行ってくる。